横浜女学院中学校高等学校。私たちの学校は山手の丘の上にあります。緑がさえ渡り穏やかな風が流れます。礼拝から一日がスタートします。聖書から自分もクラスメイトもかけがえのない存在であることを知ります。賛美歌を歌い気持ちを静めて授業のスタートです。横浜女学院ではオリジナル教材を使用し、長年にわたり規制の枠にとらわれず、生徒一人一人に合ったより効果的に実力を伸ばす授業や学習プログラムに取り組んでいます。 ESD もその一つ。 ESD とは持続可能な社会の発展のための教育で、次世代を担う生徒たちには文化、民族、宗教を意味する人々と共に生き、持続可能な社会を作っていくことが求められています。今世界で起きている問題を自分の問題として捉え、その解決に向けて行動していく力を身につけます。また本校は海外セミナーをはじめとする国際交流、多くの大学や企業との連携など多様な学びと行動の場を設けてきた長年の取り組みが高く評価されています。横浜女学院はご覧のクラス編成です。本校では新たな取り組みとしてクリルを導入しています。クリルは理科や社会などの教科内容や身近なテーマなど興味関心のあるものを授業の中心に据え、内容学習のためのツールとして英語を使います。英語を使いながら学び、学びながら使うことで批判的言語能力を含め自分の意思を正しく伝える真のコミュニケーション能力を身につけます。そのアプローチする教科、そして英語というものを使って現実の社会に存在する問題に対してアプローチしていくというのがクリルの指導方針です。ですので教科の知識、英語の技能というものだけあっても仕方なくて、それを実際にどう使ってどう考えてどう自分なりに結論を見出すことができるのかというのがクリルの目指すゴールです。そこのゴールを実現しようとすることによって、教科の知識も英語の知識もより高次な学びとして身についていく。さらにその自分の持っている意見が正しいものであるのかどうか、それを建設的に判断するためにも他者とその意見を共有する必然性が出てきます。でそうなってきた時においてコミュニケーション能力というのは必須のものであり、でそれを促すことによって英語のコミュニケーション能力もより高次なものとして身についていくというふうに考えます。この他にも週6日制の導入、ICT 環境を整備など生徒の学びを深める取り組みを行っています。他にはない学びの環境で、横浜女学院はこれまで以上に生徒の学ぶ力を育てていきます。ここで2人の卒業生のインタビューをお聞きください。大学院では動物の行動について私は鳥を扱っているので、鳥のさえずりを主に対象として研究をしています。今までにない知見、新しいことを知ることができるので、その自分で教科書を作っているみたいな感じでとても楽しいです。横浜女学院では先生たちがとても親切にしてくださって、何回も質問してもちゃんと答えてくれて、なんでだろうって思ったことを人に聞いていいんだなっていうことが分かったので、その何でもなんでだろうって思えるようになりました。やっぱり自分がずっと夢見てきた法律の勉強ができること自体すごく楽しくて、それ以外にもやっぱり東大にはすごい多様な学生がいるので、ディスカッションしたり意見を交換したりするのに楽しさを覚えています。
難関校を目指す自信がなくって、もう自分には無理って言って逃げ回ってたんですけど、そんな時にその先生から、いや本当の気持ちから逃げてるでしょうっていう厳しい言葉をいただいて、あ、自分本当に言い訳してたんだなってことに気づいて、そこから東大を目指そうと決心したことです。本当に素敵な6年間が待っているので、あっという間だと思いますけど、充実した生活を送れる学校だと思っています。努力が報われて合格して素晴らしい横女性となれることを祈っています。いかがでしたか？私たちの目の前に広がる無限の可能性、私もたくさんのことを学びながら日々夢を描いています。皆さんも未来への夢をこの横浜図学院で描いてみませんか？皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。